はい、今これ立川の裏側なんですけどもね、これから京都に向かいます。はい、京都に買取に向かいます。今あのこっち、まあ、ちらほら紅葉ですけど、京都の方だとまだなのかな、ね、人々はあのすげえ厚着な人は寒がりな人で、まあ比較的薄着な人もいて、まあ俺はまあ薄毛っちゃ薄毛なんだけどね、後ろから引っ越しましたからね、前のハゲは治ったので、これ俺の朝飯ですね。まだあの糖質制限的なことをやってるんですけども、まああのね、夜ねビール飲んじゃうんだよね。なんかあんまりこうプラマイでゼロになってるような感じがする。はい、高速道路に乗りましたよ。いや、バイク多いですね。まあ今日この天気ですからね、まあいっぱい走っていることでしょう。あのね、中央道はねやっぱバイク多いんですよね。すげえ思う。中央道からあと東名にかけてが多いかな。あの中央道もあの長野方面とあと東北道、常磐道ですね。あ、常磐道はまだいるけども、あの、まあ、常磐道って言っても筑波より向こう側かな。 あっちの方行くとねバイクいなくなる。なんでだろう、寒いから、雪降ってるから見えないと思うんですけどね。オスプレイですよ。オスプレイ飛んでますよ。豆粒ぐらいにしか見えないと思うけど、おー、すごいね。実を言うと今日土曜日なんですね。すごいなこれ、パーキングエリア長蛇の列です。みんなあんこ我慢してんのかな、ね、これ後ろの方の人漏らしちゃうよ。漏らしちゃったらねどうすんのかね、ほんと。まあ、僕もねよくね歩いてってる。あ、そういうことなのか。いやいやいや、僕もね昔はねよくね、はい、まあなんていうかお腹痛くなってですね。あ、特に富士山が見える。まあ、この辺はちょっと八王子から向かった高尾の山のあたりかな。今現時点で、だいぶ紅葉をしてますね。タイミングがですね、1ヶ月ぐらい早かった。いやー、だいぶ渋滞してますね。さすが土曜日。まだ雪降ってないだろうなと思って。今原の周辺ですけども、多くがね、あのデスティニーラバーズで、なんとなく山が赤いような気がしますね。なんとなくでございますけどね。言われてないですけど、はい。富士山は白かったです。富士山が白いのは、童貞たちの怨念が集まり、そして彼らが抜いた白い液体、それが蒸発し、そして千年溜まったものだと。今ですね、YouTube でやってたから本当です。YouTube で言ってたから本当なんです。っていうかね、暑いですね。もう11月半ばなんですけど、普通に半袖ですよ、僕なんか。窓開けて、ね、走ってると、なんか涼しさが気持ちいいなぐらいのレベルで、車の中なんか普通に暑い。どういうことだ、地球。どういうことだ、秦野。秦野さんじゃないですよ、秦野ってエリア。今、ライブしながら撮影してますけどもね。正面の富士山を眺めながら、ゆっくり車で過ごすというこの大きな広くて長い駐車場、いいですね。すごくいいですね、ここね。はい、全く進まない。はい、足柄で、ちょっと休憩しますけども、暑い、むっちゃ暑い。何なのこの気温ね。数日前北海道にいて雪降ってたんだけど、何この。さあ、ちょっとトイレに向かうんですけども、非常に多くのライターさんが見られますね。いいなぁ、ね、これ車種見ちゃうよね。流行ってんの何かなとかね。あ、刀。はい、再び出発。今ライブをしながら走っております。はい、バイク多いですね。もう快晴すぎる、暑い。脇汗も背中汗もすごい。はい、静岡県富士市を走行中ですね。遠くに見えるのは駿河湾になります。はい、高速道路沿いになんか黄色いあのブタ草っつうんですかね、あれがいっぱい生えてるんですよ。ほら、あれとかね、ススキがどんどん殲滅されてます。あれ外来種らしいですよね。ね、全然なんか綺麗じゃないな。これもそう、なんかどん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 侵食してる。なんか根から他の植物を駆逐する液体を出してるらしいですね。掛川ですね。まだ浜松にすらたどり着かない。大きな風車、風力発電のプロペラが回ってますね。今日なんか風強いからいい感じで電気バリバリ起きてんじゃないかな、ね。浜松越えてしばらく走ってますけれども、新東名、まあ、真っすぐな感じで紅葉どうかなと思ったんですけど、なんかね、あの杉林ばっかり出ちゃいましたね。針葉樹が多い感じがします。まあ、この辺りから、ね、関西に向けてそうなんですけど、非常にやっぱりこう森林が開発されていてですね、まあ、これ昔からだと思うんですけども、建材用の
杉やヒノキが非常に多く植えられております。京都の山の方なんだね、あの山ばっかりで、ああいうところってのは林業が非常にこう盛んで、昔からですね名木の産地として知られていたらしいですね。なんだありゃ見えますかね、何か白く雲のようなものがたなびいておりますけれども、あれは煙かな、それとも雲かな。煙を抜けたらやべえ、帰ってこれない、サイレントヒルに行ってしまう。あ、なんか普通に焚き火っぽかったな、今匂いがして。ちょっとね、この価格だとあんまり分かんないかもしれないんですけどもね、だいぶ夕暮れになりまして、景色もいい感じですけども、はい、今現在岡崎近辺ですね。はい、まあ、あの山の方はだいぶ紅葉しているというかですね、結構光の加減で分かりづらいんですけれども、はい、いい感じです。あ、これは絵になる景色ですね。ただ絵になる景色なんですけども、実際運転している私にとっては眩しくて眩しくて仕方ないんで、かなり怖いですね、これはね、サングラスかけようかなんだろうかね、ちょっと怖いな。大きな人という字が近づいてくるのが怖いんです。人という字が、あ、もしかしたら入るかもしれない。人という字の股の下に、ああ入った、あ、人と人とが支え合っているから、これは股ではない。だから、なんだろうな、これ、分かんないけど、うおー、めっちゃ眩しいわ、これ。どうしよう、うわ、車線見えねー、見えねー、マジ見えねー。あ、見えた。あっと、今度は巨大なでっかい A が迫ってきましたね。 A です。この A をくぐるということは一体何を指しているのでしょうか。A をくぐります。さあ、 A をくぐりました。大人の階段を登った。あ、だいぶ疲れたな、心の位置でやめよう。ちなみにこれは名古屋港ですね。はい、名古というふうに書かれてますけれども、ここはですね、正真正銘日本の首都というところでございます。はい、僕はいつもそう言ってますけどね、経済の中心は名古屋です。はい、絶対にそう。夕暮れの向こうに観覧車が見えますね。あのレゴランドなのかな、多分そうだと思うんですけど、あの遠くにこうやって山脈が見えるじゃないですか、ね、シルエットだけになって綺麗だなと思いますけども、なんかね、僕がインドネシア放浪してた時に、どこだっけ、ボロブドゥールかプランバランかどっちかだと思うんですけど、そこから見える山の並びの形がですね、こう横になって上を向いている、仏様っていうんですかね、仏像、お釈迦様みたいな形に見えるということで、非常にこうありがたいというふうに聞いたことを思い出しましたね。はい、全然関係ないけど、はい、あ、すいません、申し訳ないんですけども、謝罪します。レゴランドではなく長島スパーランドでございました。あ、レゴランドではなく長島スパーランドでございました。真っ暗なんですけども、すげえな GoPro、 こんなに暗くてもなんとか映してるよ。やべえなこれ、人間の目で見るより明るく撮れてる。はい、土山を通過してあと真っ暗なんで、動画撮影はですねちょっと省略しようかな。もう江南です。江南しがらき、はい、あとはもうホテルに着くまで、もう走るだけですね。そんなにもう距離、京都にたどり着きでございます。はい、うん、なかなか街だから明るいね。ここ右に行くと京都駅ですね。京都駅周辺のホテルっぽいな。うわー、こういうとこつらいな。これ片輪浮くんだよなこの車。満車だよこれ。はい、お待たせしました。宝明寺。ああ、なんつか、なんとかたどり着いた。なぜか二人分の風あるなんでやねん。さて、なんか食おうかなと思うんだけど、食うとこわかんないな、こういう時ってね。とりあえず、あっち側行くか。朝飯です。今日はグラノーラをちょっと食べます。コーヒーと牛乳、もちろんブラック。いろいろ食べられるものが多い。ほとんど食べられるんじゃないかな。ポケ
ケサラはちょっとダメだけど。普段着もライダーウェアと二宮です。はい、出発します。時間があるので、はい、清水寺に行きます。紅葉が綺麗だというふうにお伺いしたので、清水寺に行きます。しかし地下駐車場を走ってると天井が近くて怖い。さあ、京都の街並みを越えて清水寺に向かいますよ。結構バイク多いよね、前も後ろもね。みんな京都にツーリング来てるのかな。なんかね、京都ってこうやって突然こう歴史的なものが現れますよね。しかしまあ京都の道はね、狭いんですよ。非常に狭い。あれ、こっちでいいのかな。ちょっと違うんじゃないの。全然違う方来ちゃったよ。なんかナビ上でも、なんか、あそこだな。なんかナビ上でもこっちっていう道とはちょっと違うぞ、これ。茶山道、めっちゃ山道で今、清水寺、これなんだこれ、突然現れる、こういうの、すごい。なんかね、もう、この後ろ山のところがもうすでに、清水寺の敷地らしいんですけどね。一般利用者が入れる駐車場がちょっと見当たらない。うわ、またここの交差点に戻ってきた。先頭やだな。着きました。いやー、なんとかなるもんだな。満車って書いてあったけど入れた。いやー、よかった。ほんとね、京都の道は走るの怖い。京都の人には申し訳ないけど、でも京都の人もそう思うでしょ。というわけでちょっと観光します。清水の舞台から飛び降りるって言葉がありますけどね、それの清水寺です。これが参道か。まあ、こういうところは東京も同じだけど、お土産物屋が多いね。てか、なんか鬼滅の刃多く売ってねえな。売ってねえか。鬼滅の刃が多いな。お、見えてきたね、門が。しかし僕あれだな、もう糖質制限やってるもんだから、京菓子なんか片っ端から食えないよね。お餅とか八つ橋とかね。タンパク質なんかないよな。ね、食べちゃダメなんだもんね。おお、見えてきた。すげえな。勘違いした外人が忍者の格好で歩いてたりしてもおかしくないぜ。紅葉してますね。いい感じですね。いや、よく見えますね、遠くがね。塔です、三重の塔。いやいや、すごい紅葉系です。あれが清水の舞台かな。これが清水の舞台のことらしいですね。これか。ここが清水の舞台。すごいね。清水の舞台、工事中です。うわ、怖。結構長い間修復してますね。恐ろしいわ。景色はいいね。すごい紅葉、綺麗。美しいです。うわぁ、やべえな、こんな時に来れるだなんて。ね、買い取りのご案件いただきまして、ありがとうございます。でも今ね、誰かにすれ違いざまに名前を呼ばれたような気がした。いいね。こっち。これが小安。小安竹人の塔。長女。あれ、なんか三重の塔さっき持ってない。そもそも清水の舞台から飛び降りるって、一体どういう意味で使ってた言葉なんでしょうね。そもそも最初の語源。清水の舞台から飛び降りるという言葉はですね、願をかけてここから飛び降りて無事だったら願いが叶うという民間信仰が元になっているようですよ。はい。てか無理だよね、これ。これ飛び降りて無事とか絶対無理だよね。僕だったら、あの張り出した舞台のところから、あーってこう、あの辺からあーって落ちるんじゃなくて、ちょっとね、この辺のところから、こう、うつ伏せになって、ズザザザザザザザって、なるべくこう、途中もで手かけて引っかかりながら、ザザ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 って、で、この真ん中ぐらいまで来たあたりから、あーって落ちたふりして、で、これでぐちゃって言って、あー無事だった、イエーイって、こうやるっていうね、はい、そういうチートをかまそうと思いますけども。よし、じゃあ帰ろうかね。ここ、なんか、修学旅行で来た記憶がある。
あ、変わってないね。はい、戻ってきました。結構バイクいるよね。すげえ嬉しい、ね、ライディングウェアで、ね、配管している人もいますね。はい、無事買取を完了して、これから豊橋に向かいます。はい、まあ、若干ちょっと距離がありますけれども余裕です。はい、いやー、ね、お嬢ちゃん、2歳の女の子とお客様、お父様一緒にですねお迎えいただいたんですけども、いやー、可愛いですね、子供って、ね、ちゃんと自己紹介してて本当にありがとうございます。なかなかいい体験をさせていただきました。今回買取と言いつつですね、観光させてもらったりとかですね、ツーリングではないけれどもドライブさせてもらったりとかですね、非常に毎度ですね、私遠方納車買取楽しくさせていただいておりまして、感謝いたしております。皆様のおかげで生かしていただいております。生かしていただく、いろんな意味がありますね。生きてるっていうのとね、来てるっていうのとね、あと気持ちいいっていうのとね、いろんな意味がありますけどね。はい、はい、今日買い取ったバイクはですね、CB400SS なんですけど、これセルがついてるから SSE でいいのかな。こうですね、まっすぐ行って左の方に行くとライクランド京都さんありますね。行きたいなーっていうか、イベントさせてもらえないかなと思ってるんですけど、今日はねちょっと僕この後スケジュールが詰まってるので立ち寄れないんですが、ぜひまたご招待いただければ嬉しいです。お客さん集めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕も買い物します。お、いつも思うけど、ここのラーメン屋さんでラーメンをね食べたことがある。はい、よっしゃ帰るぜ。か、まだ帰らない。次の場所行く。ガソリン満タンにしました。明るい時にこう京都の山々を見ると見事に紅葉してますね。ねえ、紅葉ですね。でもこれレンズが超広角になってるからあまり見えないと思うんだけどね。はい、はい、かなり帰りの景色いいですね、ここ。まあ、来る時もねここを通ってるんですけど、いつもね、美しいな。とバイクでも通ったことがあるんですけどね、すごくいい景色ですよね、ここは。ちょっと見えなくなっちゃったけど、こっちの方が、滋賀県の方かな。なんだか前方に岩山が見えてきましたね。ああいうの見るとなんか なんだろうね、なんかこうファンタジックな世界にいるような錯覚を覚えてしまいませんでしょうかね。都市伝説です。いや、非常に綺麗に色づいてますね、山が。現在三重方面に向かってますけど、信楽だよね、これ読み方。はい、これがね、どんどん東京の方に近づくにつれて、冬にやっていくんでしょうね。トンネルに入ります。ちょっと混んでてね、もうダメだね。しょうがないから、いつもと同じもん買いましたよ、セブンイレブン。ちょっとね、こういうの嫌だなと思うけど、しょうがない。はい、目的地周辺にたどり着いております。はい、豊橋ですね。こちら側はイチョウ並木が非常に美しいですな。なんかこの辺りの景色ってみんなこういう田んぼっぽいというかですね、はい、非常に僕は好きな感じですね。あ、素敵だな、すごい素敵だな。はい、買取を完了しました。はい、ストリートトリプルアレスですね。はい、素晴らしく楽しそうなバイクを買い取ってしまいましたよ。はい、これはね、なんか あれこれね細かく見ていきたいバイクですよね。楽しそう。さあ、ここから帰りです。はい、何時着くか分かんないんだけど、ちょっとね休み行こうかな。結構遠くに来るとね、なんか体調のこととか、この遠く大変で申し訳ないっていう風に皆さんにですね、ご心配いただくんですけども、全くそんなことないんで、はい、僕割とね、遠ければ遠いほど喜んじゃうんですよ。逆に東京都内とかあの辺の周辺はですね、まあ別に嬉しいんですけど、商売になること自体はですね、非常にこう見慣れた場所ですので、そのなんかなんていうんですかね、こう景色に新しさはないんですね。まあそれはそうですね、僕生まれ育ったところだから、まあ、生まれてはいないか、育ったところだからさ、しょうがないですけども、
買い取りで来るところっていうのはやっぱりその観光地からちょっと外れたという、まあそりゃそうですよね、観光地なわけないです、まあ、観光地の方もいらっしゃいますけども、なんかねこう普段暮らしてたら絶対来ることはないだろうなっていうところを通ったり場所に来たり、そうね、その場所のに住んでらっしゃる方が買い取らせてくださるわけですから、そこでお話をさせていただいたりとかですね、これが僕にとって非常にいい経験なんですよ。すごく自分を育ててくれるし、そう自分を育ててくれるんです。であと自分のですね、動画をどんな人が見てくれているか、どんな人が取引してくれるのかっていうのをですね、やっぱり肌で感じることができるっていうのは本当ね一番の体験なんですね、僕にとって。だからとりあえず話振ってください。どんな遠くても構わないんで、行ける場所であればまず話振ってください。でその条件とかタイミングとか金額とかそういったものが合うようであればいいですし、まあね、その金額だけじゃないとは思うんですけども、条件とかもあると思うんですけれども、そういったものでね合わないようでしたら、じゃあちょっと今回見送りでっていうことになってもらっても構わないので、で それでなんか怒ったりとかね、そういうのはないです。はい、こちらはこちらでですね、一生懸命そこは合わせる努力をしますし、お客様皆様もですね、まあ、そこで別に皆さんにこう合わせてもらうっていう部分ではないとは思うんですけども、検討いただいて考えてもらえればそれで、全然いい話だと思いますので、そうやっては我々生活してますので、話だけでもですね、いただけると非常に幸いです。もう遠いから悪いなとかっていうのはですね、まあ、思われると思うんですけど、僕もともと旅が好きでバックパッカーやってたくらいなんで、はい、非常にその点については心配しないでください。好きでやってますんで、はい、それにですね、ちょっとここで、若干こう情報を出しますとですね、実を言うと新しい積載車を新調する予定なんですね。というかもうお金払っちゃったんですけども、はい、某車で某車種をですね、バイクの配送用に の車買い取り用にですね、バーンとですね、実を言うと今回新しく作っております。はい、なのでね、僕それに乗って、あちこち行くの楽しみにしてますので、皆さん動画ご覧になった方ですね、はい、もしお買い上げもしくは買い取りのですねご用命ございましたら、ホワイトベースの方まで、連絡先概要欄にございますので、連絡いただければちょっとめっちゃ売れる、幸いです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。あとはもう帰りで、プラプラしながら帰るので、あんまりその、ね、暗くなっちゃうし面白い映像もないと思うんですけれども、今回皆さんと一緒にですね、紅葉を見ながらライブできたりとかですね、まあ、ドライブ気分で、走らせていただいてですね、非常にこう楽しかったです。はい、あとはまあ無事に帰ったら無事に帰ったよみたいなことをやっておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。はい、はい、よし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 、ハロー、ハローはニコニコなの、うん、ハローも、ハローも来てくれたな、はい、ただいまだね、ただいまだね、ただいまだね、うん、ただ